ウーゴ・アルマンド・カンパニャーロは、アルゼンチン出身のサッカー選手。ポジションは DF。CD モロンにてデビューした後、イタリアへ渡り、ピアチェンツァ・カルジョでプレーする。2003年に、クラブが、セリエ B 広角となった後もチームを支えた。2007年に UC サンプドリアへ移籍すると、ワルテル・マッツァーリー監督の下で講師に奮闘し、評価を高めた。ピアチェンツァや、 サンプドリアで活躍した往年のナディエフ、ピエトロビエルコートの再来と絶賛する向きも少なく、なかった。2008から09シーズンは、不勝離脱などもあって16試合出場にとどまったが、34節、ジェノア CFC とのダービーでは、チーム唯一の得点を挙げた。2009年7月9日、遺跡金700万ユーロで UC サンプドリアから、 SSC ナポリへ移籍したその年の8月16日に、コッパイタリアのサレルニターナ戦で、ナポリデビューを果たし3から0の勝利に貢献。リーグでの初得点は AC ミラン戦で1の1の引き分け試合となっている。レギュラーとして28試合に出場したが、しかし、リーグ終盤戦には怪我で、戦線離脱を余儀なくされた。2010から11シーズンも、 レギュラーとして31試合に出場し、ナポリの CL 出場権獲得に貢献。シーズン終了後に、アルゼンチンでバカンスを過ごしていた際に交通事故に遭遇。カンパニアーロ自身は、軽傷で済んだものの、自身が運転していた車の同乗者と対抗車の二人が死亡した。2012から13シーズン終了後に、サンプドリア時代からの死であるアルテルマッツーリ監督が、 就任したインテルへの自由移籍が決定した。対人プレイに強く、守備での貢献に加え後方からのゲームの組み立てにも参加する。ありがとうございます。